はい、リコと申します。よろしくお願いいたします。ピエール・シモン・ラプラスアフタートーク。はい、ということでですね、こちらは科学者シリーズピエール・シモン・ラプラスの動画編集後に撮っている、動画に入りきらなかった内容とか、あとは、動画編集時の裏話、あとはですね、私はこう思ってますよみたいななんかそのラプラスの人生を追いながらちょっと雑談をしていこうっていう、動画になっております。それと裏テーマとしては科学者の相関図を作っていこうっていう裏テーマもあります。今回はですね、ピエール・シモン・ラプラスはちょうどフランス革命時ですね。なんで以前紹介した人で言えばラボアジエとかラグランジュと同じ時期になって、今回はプラスして、作った人はいなくて、追加した科学者はいなくて、ちょっと矢印を足したくらいなんですよね。ああ、ちょうどちょっと全体像は見えないんですけど、ラボアジエ、ラグランジュは以前紹介して、で、度量衡委員会っていうのがあるんですけれども、これの中にですねピエール・シモン・ラプラスが含まれていて、度量衡委員はどっちかな、ラボアジエの時でも紹介してて、でラグランジュの時も一応動画には出してるのかな。ラボアジエですねを先にやった時に、そのメートル法とかを制定する度量衡委員会っていうのがあって、フランスでですね、で受信数を提唱したりっていう委員会があったんですけど、それがフランス革命が起こった時にですね、ちょっと解散ではないのかな、なんかそのフランス革命で今ゴタゴタしてる時に、ラボアジエとかボルタとかラプラスとかシャルル・ド・クーロンさんとかですね、その人たちがちょっと除名されたというか、でその後ラグランジュが引き継いだみたいな話をしたんじゃないかなとでそのラグランジュがですねのつながりで多分出てきたのが、ジャルロン・ダランベールということで、ダランベールとラグランジュ、ラグランジュよりダランベールの方が上になるのかな。でまあベルリンのアカデミーでの職を提供するように手配してくれた人なんですけれども、今回はこのダランベールっていう人がいるんですけれども、その人がですね、ラプラスの師匠にあたる人なんですよ。で、なんでそのつながりでラグランジュともちょっと関わり合いが出てくるっていうのがこのラプラスになります。なんで今までの人で言えばこんな感じですかね、つながりは。でこちらの方の伝票みたいなのがあるんですけれども、あ名前を消してしまった人がいる。ジャン・シャルル・ド・ボルタさんですね。恩の名前を消してしまった。ちょうど、まあ、一気につくのか。このあたりですね。このあたりが、だいたいその、フランス革命に翻弄された、まあ、この中全員フランス人ではない。はずなんですけれども、トンプソンどうだっけかなトンプソンを忘れてしまった。トンプソンどうだっけ、トンプソンなんか全然フランスのイメージないんですけど、もともとアメリカですね、トンプソンは。でアメリカ独立戦争とかで行ってるんだけれども、ドイツに渡ってきて、フランスのパリ近郊に、晩年は住んでたんですよね。そっか。で、ラボアジエの元の奥さん元の奥さんと、ラボアジエが断頭台に消えるんですけれども、その残った奥さんと再婚したのが
このトンプソンさんなんですけれども、なんでフランスにはちょいいたのかな。でもそのフランス革命にはあんまり関与してない気がするな。なんで私もフランス革命時の話とかっていうのは世界史で習ったことがないんで全然わからないんで、その科学者のやつが全部終わったらちょっとフランス革命とかその世界史についてはやろうかなと思うんですけれども、ちょっとだけその科学者シリーズをやることによってそのフランスのいろいろごたごたしてたのはちょっと頭に入ってきたかなっていう感じですね。で今回はピエール・シモン・ラプラスさんですよ。で今回のタイトルはですね、フランス激動のフランスを生き抜いた悪魔を降臨させた科学者っていう風に言ってはいるんですけれども、まあタイトルはいい加減につけてますからその時の気分で、今回その悪魔っていうことでラプラスってきたら何かなっていう風に、まあラプラスだけをですね検索かけると一番最初に出てくるのはポケモンのラプラスそれが最初に出てくるんですけれども、それ以外の科学者としてのラプラスを調べると大抵ラプラスの悪魔っていうのが出てくると思うんですよ。これが結構インパクトが強めで、でまあラプラスの悪魔っていうのはじゃあどんなのかって言ったら、まあ動画では紹介しているんでそちらの方見ていただければ嬉しいんですけれども、なんかその法則とか発見したっていうんじゃなくて、考え方を今までその考え方を作ったって言ってもいいんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、その考え方を作るってまずすごいですよね。その今までそういうふうに当たり前だったことに一石を投じて新しい考え方を導入する。でその科学史の中でそういうふうに考え方をっていう理論を発見したじゃなくて、考え方こういうふうな考え方を作ったみたいな、そういうふうに提唱したみたいな感じの人ってそんなにいないですよね。法則を発見した人ってたくさん100、私は科学史100人紹介するぞっていうふうに始めたんですけれども、それ以上にもうたくさん科学者がいるわけで、そういう人たちがいろんなその法則とかを発見、一人で発見するのもすごい数発見した人もいれば、なんかもうすごい世界を変えたような発見をバーンってした人もいれば、いろいろな人いるんですけれども、その考え方をその提唱してくるっていう科学者はその中でも少ないんじゃないかなっていうふうに思います。で後々その何だろう、その科学者シリーズの方で後の方で紹介する予定にはなっているんですけど、シュレーディンガーとかもそうですよね。猫ちゃんとかそういうふうにそんな誰も彼もその考え方を提唱するっていうのはなかなかないんじゃないかな。なんでそれで有名になっていったのがラプラスなんじゃないかなっていうふうに思います。でじゃあラプラスっていうのはどういうふうな人生を追ってきた人なのかっていうのを紹介しながらお話ししていこうかなっていうふうに思うんですけど、ラプラス自身はですね数学者で物理学者で天文学者なんですよ。で7歳から16歳の時にですねベネディクト、修道院学校っていうところに通っているんで、まあそれがですね父親がですねそもそもそのラプラスに教会でキャリアを積むことを期待していたんで、科学者にしたいとかっていうわけではなくて神学者とか教会でなんで教師じゃないな神父とか多分そういう風な方に行ってほしいっていう風に思ったんだと思います。で16歳の時にですね関大学に入学して神学を学びます。でその関大学に入った時にですねちょうど数学的才能を開花させるんですよ。で、それもあって学位を取得せずに関大学を退学してしまいます。で19歳でパリに行くんですね。でその時に関大学の教師からですねただ単に
パリに行くぞっていう風に無謀な感じではなくて、その関大学の教師からジャン・ダランベールですねの絵 の, あの紹介状を書いてもらうんですよ。なんで大学の教師から教えてもらった、紹介してもらったダランベールにラプラシはあのつくわけですよ。なんで師弟関係にあります、ここは。でダランベールは超絶いろんな人をあのなんかつながり合いが、なんかそのここのフランス革命時の時の科学者調べると結構ダランベール高確率で出てくるんですよ。私も動画作ってて何回かもダランベールのあの肖像画をですね、使っているわけなんですけれども、そんなダランベールは結構なんか面倒見が良くて、であのラプラスの数学的研究の指導をしてくれる、もう師匠さんですよ。でさらにパリで生活するのに十分なお金を稼げるような地位を見つけてあげるんですね。でそれが何かってエコールミリテールっていうところがあるんですけれども、そこの数学教授に、なるんですね。まあ、数学教授の職を提供してくれます。でまあそこからですね、あのだん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 その進学を最初学んでいたのが数学っていう研究の方に入っていって、パリに移動するわけですよ。でそこでですね、あのラプラスはですね、パリ科学アカデミーっていうところがあるんですけれども、そこにですね2年連続で落選するんですよね。でそこであのダランベールがよしじゃあ一肌脱ごうみたいな感じで、あのその当時あのここにダランベールはもともとベルリンのアカデミーの職を提供するようにラグランジュに手配してあげるんですよ。なんでこの当時はラグランジュはベルリンの科学アカデミーにいます。ラグランジュいろんなところに行ってるんですけれども、そのまずはあのダランベールがもともとあのラグランジュにベルリンの、まあ、働けるように、してあげる。でそのつながりがあって、2回も科学アカデミーに落ちていたラプラスを、まあ心配してダランベールはですねラグランジュに手紙を送って、あのベルリンの方でちょっとあのベルリンの科学アカデミーの方で選出できないかっていうふうに相談するんですよ。で返信をが来るよりも前に、結局はラプラスはパリ科学アカデミーの副会員に選出される。でこれがもし選出されなかったら多分あのベルリンの方にラプラスは行ってたかもしれないですね。そんなあのギリギリのところで、まあ、フランスに残ってパリ科学アカデミーの方に、まあ、選出され、そっちの方に、まあ、行くわけなんですよ。で、まあラプラスっていうのはですね、自分の能力とか功績、まあ業績については謙虚ではなかったんで、結構グイグイブイブイ言わせてる人だったんじゃないのかなっていうふうに思います。でそのせいもあって同僚との関係性はですねあまりよろしくはなかったんですよ。でただそのまあ要は自慢をしているみたいな感じだったと思います。で周りからはちょっとあいつみたいな感じで思われてたんですけど、ただしそのラプラス自身はですねあの科学に対するすごい幅広い知識とかその知識が深かったりしたんで発言権はあったわけなんですよ。なんで周りにどう思われてても、まあ、周りもあいつすげえから強くは言えねえみたいな感じになって、しまいます。なんで多分浮いてたんじゃないかなっていう気がしますねそれも原因かもしれないですからね、あの2回も落とされたのはあいつはあんま好かれてないからみたいな。 でもまあまあね、あのラプラスはちゃんとパリ科学アカデミーでの地位を手に入れてはいるんですけれども、その後ですね1784年に王立砲兵隊の審査員に任命されるんですよ。審査官かに任命されて1785年翌年ですね。でその時にまあその兵隊さんを審査する人っていうことなんで、
その時にですね、16歳のナポレオンが来るんですよ。で、そのナポレオンを審査して合格させたのがこのラプラスになります。で、1785年にですね、パリ科学アカデミーの上級職に昇進したり、で、この2年後にはベルリンに行ったラグランジュがフランスのパリ科学アカデミーの方に選出されてパリの方に来ます。で、ようやくこの当時に、ラボアジエ・ラグランジュ、シャルル・ド・ボルタ、ピエール・シモ・ラプラス、シャルル・ド・クーロンさんっていう、クーロンだけなんでさん付けなのか分かんないですけどそういう人たちが集まります。この人たちが集まるわけですね。で、1790年5月にですね、いよいよこの度量衡委員っていうのがあるんですけれども、それの度量衡、まあメートル法に関する取り組みですねとか、あと受信法を提唱したりっていう風な、まあ委員会が多分その単位とかそういうので有名なのがこの度量衡委員会なんですよ。で、その当時というか、まあそれよりも前って、その長さの単位とかっていうのはバラバラだったのは、ちょっと統一しようねみたいな動きがあったわけなんですよ。で、それがこの度量衡委員会ですね。で、それにですね、今言ったラボアージ、ラグランジュ、ボル、シャルル・ド・ボルタ、ラプラス、クーロン、シャルル・ド・クーロンっていう人たちが委員会に、なるんですけれども、1793年ですね、フランス革命が始まってしまいます。度量衡が1790年なんで、その3年後ですね。で、1793年フランス革命が始まり、ここにいるラボアジエ、シャルルド・ボルタ、ラプラス、シャルルド・クーロンっていうのは委員会から外されてしまうんですよ。なんでここら辺はですね、政府関係の役職を担ってた人たちとかっていうのは、そのフランス革命時にですね、罪があるっていうことで外されていく。で、ラグランジュはもともとベルリンの方にいたり、違うところにいたり、最初イタリアかなすいません、今ちょっとあやふやなんですけど、そのまあラグランジュは別のところから来た人なんで外されはしなかったんですけれども、こういった人たちはですね、まあラボアジエが動画でも紹介してるんですけれども、徴税請負人だったんで、で結局最終的にはまあギロチンで処刑されてしまったりっていう風に、まあ捕まってしまったりっていう人もいて、まあまずは度量衡から外されていきます。で、まあ他にもいろんな人がいるんですけれども、それで外された人もまあ後々科学者シリーズでも出てきます。で、そんな外された後にはですね、ラプラスはもともとそのフランスの革命前にですね、妻と子供がいるんですけれども、その2人、結婚してるのは1788年です。なんでフランス革命時の5年くらい前に、マリー・シャルロット・ド・コード・ド・ロマンシュっていう人と結婚しているんですよね。で、当時はですね、ラプラスが39歳で、妻は19歳で20歳差だったんですよ。結構年離れてますよね。そんな2人が結婚して2人の子供ができるんですけれども、その妻と子供と2人で、子供と共にフランス自体は離れていたんですよ。で、パリの南東 50km のところに、住んでいて、で、まあ1793年にフランス革命が始まって、で、ラプラス自身は1794年7月まではパリを離れて、で、そのパリの南東に住んでて、で、1794年7月までは戻ってこなかったんですよね。なんでフランス革命で大荒れ、まあ度量衡外された時もそうなんですけれども、フランス革命でゴダゴダしてる時にはもうフランスとパリにはいなかったわけですよ。で、落ち着いた後、1795年創設メンバーとしてラグランジュ、ここにいるラグランジュとラプラスを数学者として、
ビューロー・デ・ロンギチュードっていうのがあるんですけれども、これは動画に載せてないかな、なんかちゃんと調べがつかなかったり載せてなかった気がするんですけど、まあそういうのが設立していきます。もしかしたら違う名前で載せてるかもしれないです。なんだっけかな、なんかこのフランスの学校名って、そのピエールじゃないや、エコールノルマルとかいろいろ難しい名前が多いんでね、なんかわけがわからなくなって、結局これ入れたかどうかっていうのは微妙ですね。入れてなかったかもしれない。まあそんな感じで、まあ1795年には革命も落ち着いて、このラグランジュ・トラプラスはまあ職を得て、で1799年にはですね、まあ、ナポレオンの下で元老院の議員として働くんですけれども、内務大臣の職をですねラプラスは扱う6週間で解任されます。解任の方で、1806年には伯爵に任命されたりするんですけれども、まあその後はですね、まあ科学者っていうよりかはいろいろその世界情勢、社会情勢に翻弄されつつ、1813年にはですね、一人娘のソフィーがですね出産した時に亡くなってしまったり、します。で誕生した子供は生き残るんですけれども、一人娘を亡くしたりしますね。なんでちょっとこれもしかしたら動画には入れてないです。なんかこれだけ入れるのもなと思って省いた記憶があります。そんな感じで、であとは1814年ですね、ブルボン君主制の復活の方を支持して、で上院でですねナポレオンに反対票を投じるんで、なんでもともとそのナポレオンとのつながり合いはその王立砲兵隊の審査員の時に、審査官の時に、まあ一番最初にそのナポレオンの実力を認め、合格させて軍に引き入れたっていうのがラプラスなんですよ。でその後はナポレオンが統治した時、あとはですね議員として働くたりするんですけれども、まあ内務大臣の職を6週間で解任されたりっていう風に、多分そこでなんかいろいろあったんでしょうね。で結局そのブルボン君主制っていう、まあ王政ですねの方を支持、復活を支持してしまって、でナポレオンとは対立していくわけなんですよ。でその後もですねブルボン君主制の支持者であり続けるわけなんですよ。なんでその当時の政界からは嫌われるんですよね。なのでパリを一旦離れます。で王政復興後はですねルイ18世のもと、まあもともと支持してたんでね、今度は王政になったら貴族院の議員になってそこで勤めていきます。で1829年3月5日の月曜日になるんですけれども、その日の朝に亡くなってしまうっていうのがこのラプラスの人生になります。まあそんな感じかな。なんでまあ私の中でそのラプラスってすごい科学者っていうよりかは結構もう政治の方に入ってそっちの方で活躍した人っていう印象が強いですよね。まあ、その当時のそのラボアジェとかラグランジュとかボル、まあラボアジェも結構バリバリ科学者っていうわけじゃないですけども、ラグランジュの方が反対にすごいバリバリ科学者っていう感じしますね。でラプラスを調べようっていうふうに動画にしようっていうふうに思ったきっかけは、やっぱラボアジェの時にですねラプラスっていう名前が出てきて、でラプラス名前だけ知ってるけれども悪魔だけどなみたいな、でそれどういう風になってったんだろうっていう風に思って調べたのがまあきっかけだったので、まあ調べてみて、あこういう科学者なんだっていうのが、でそのフランス革命時にそのフランス革命生き抜いてそのナポレオンの統治下でまたは王政復興後にとかっていう風にいろいろなその激動の、時代を生き抜いた科学者って
まあ、ラボアジエ、ラングランジュ、ラプラスは、まあ、紹介したんですけれども、他にもまだいて、でまあその今後多分紹介するとは思うんですけれども、あの何でしょう、科学者っていう風な括りでいくと、全然その見るときって政治とかその社会情勢とかと切り離して、あ、何々を発見した人とか、何々を言った人とか提唱した人とか、何々成し遂げた人っていう風に、見ることが多いんですけれども、実際その人生を追っていってみると、なんか、あ、こういう社会情勢だったから、あ、この人とのつながり合いがあってとかって、でこの人とつながるからこそ、あの、あ、こういう発見とかそういう風なのにつながって、あ、共同研究はこの人としてみたいなのが分かってくると、またあの科学者というか科学史っていう、見方が変わってくるなっていう風に思うのは、やっぱりその何々発見したっていうのを知るよりも、あ、こういう風に科学以外でやってったのもあるんだなっていうふうに思うと、ラプラスの人生を調べてみて、あ、すごい面白いなっていうふうに改めて、その科学史の面白さとか科学者の面白さっていうのがあったなっていうふうに思います。そんなラプラスさんなんで、まあ今のところ全然予定はないんですけれども、ジャン・ルーロン・ダランベールさんっていうのが、あのすごいそのフランスというよりか、ここの年代ですね、ここの年代でダランベールっていろんな人と関わり合いがあって、なんでこの当時のダランベールさんをちょっと調べてみたくもなるんですけれども、なんか全然その他にも紹介したい科学者がたくさんいすぎて困ってしまう。そんなあの毎回誰をやろうっていうのがすごい楽しみではあったりするんですけれども、シャルル・ド・クーロンさんとかも紹介したいなっていうふうに、クーロンさんとかも結構、クーロンさんって結構いるんですよね、科学者で。それが、私があの考えてるクーロンさんがシャルルド・クーロンさんだかどうかわからないです。科学者あるあるですよこれ。前のそのなんだっけ、トンプソン、トムソン、トンプソン問題ですよ、ここ。トンプソン問題、トブ、トンプソン、トムソン、あれドレトプス、トンプソンみたいな。なんで似たような名前がめっちゃ出てくるっていうね、ちゃんと理解してないからこういう風な迷いが生じるんですけれども、そういうのもちゃんとあのちゃんと理解してお伝えできるように頑張ります。ということでですね、フランス革命にちょっと翻弄されつつ、フランス革命後も生き抜いて、いろいろな社会情勢に揉まれた。でも一番ラプラスで面白いなっていう風に今回思ったのが、あのナポレオンですね。ナポレオンをあの軍に入れたのは、まあ全て責任っていうわけではないですけれども、ラプラスのおかげだったんだっていうふうに思うと、またちょっと面白い工夫、科学史っていうのは面白いなっていうふうに思います。そんな、いろいろな、もうここの年代、なんか終わろうとして全然終わらなくて申し訳ないんですけど、ここの年代のその今回ラプラスここなんですけれども、ここの年代のフランスってやっぱ面白いんですよね、ここら辺の人たちなんですけれども、そのいろいろな情勢に揉まれ、で片やそのフランス全然関係ないところでキャベンディッシュがあのまああまり人と触れ合いもせず、あの家にこっそりいて、同じ時代にキャベンディッシュがいるとかってすごいなっていう風に思います。さらにあのまあそのフランスとは全然関係ないところでジェームズ・ワットがいたりとか、なんかまあ今後ここもさらに熱くなっていくんですけれども、
ここの科学史としてはこのフランスのこの時期っていうのはまた面白いなっていう、フランスを中心に私はピックアップしてるような感はあります。他の国にもいい科学者たくさんいるんですけれどもね。なんかここはもう例えばそのニュートンさんとかいる時ってイギリスっていう感じなんですよね。イギリスに結構いい科学者で、イギリスの方に行ったらちょっとオイラーの時代とかちょっと来た後に、なんかフランス革命始まったフランスの科学者がピックアップされてみたいな、なんか年代によってなんか熱い国が違うっていうのをまた面白いところなんじゃないかなっていうふうに思います。ということでご視聴ありがとうございました。こんな感じで動画を作った後は、いろいろ話したりしているので、よろしければチャンネル登録していただけるとすごく嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバーイ。